ヘッドホンを使った後どうしてます？そのままデスクに置きっぱなしでもいいけど、こんな感じの収納できるヘッドホンスタンドもいいんじゃない？しかもいろんな機能がついてます。スイチラバチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。前回紹介したこのね、ボカマックス専用のこういったねヘッドホンスタンドが、まあ別売りで販売されてて、まあこれはこれでね、こう、アルミ製でね、質感も高くていいんだけど、まあこういった純正のヘッドホンスタンドを買わない人もいますよね。でも、ヘッドホンを使わない時には、やっぱね、収納できるスタンドって欲しくないです。今回は、この X レイアウトの多機能ヘッドホンスタンドを紹介します。で、ヘッドホンをただ置いておくだけじゃもったいないってことで、このね、ヘッドホンスタンドはいろんな機能とか仕掛けが詰まってるんで、それを紹介していきますね。まず一番重要なヘッドホンをこうかける部分ね。この一番上のトップの部分が柔らかめのシリコンになってて、で、ヘッドホンをね、かけるとこういう感じになります。しっかりヘッドホンをね、ホールドしてくれながらも、ヘッドの部分が傷つかないようになってていいですよね。で、最近は、そのアップルが発売してる AirPods Max とか、まあ結構ね、高価なヘッドホン持ってる人もね、街中ではちょっとよく見かけるんで、なるべくこう、高いんでね、なるべく傷つけたくないって人には、こういったね、あの柔らかいシリコンとか、しっかりね、ホールドできるっていうのはいいかなと思います。で、パッと目を引くのはここですよね。この金色の枝みたいなオブジェ。ここは例えばこんな風に時計をね、こういう感じでぶら下げたり、鍵をねぶら下げておいたりとね、小物をまあかけとく場所、まあそういう感じで使えるかな。あとはその他の部分ね、ちょっとこれを外して、ここの部分がねスライドしてこういう風に開くんですよ。で、それぞれ小さな棚、後ろから見たら分かるんですけど、3段の小さな棚になってて、例えばここに、小さめのフィギュアとかを飾ったり、まあコレクションをね入れておけるし、あとはこのね3段に入れた時にこの前の電源ボタンみたいなのを押すとライトがね、光るように、棚がねそれぞれライトで光るようになってたり、でしかも光の色も押すたびに変わって、まあ雰囲気に合わせていろいろね色を変えるっていうこともできるんですよ。それから特徴的なのがね、ここの台座部分ですね。ちょっとしまって、ここの台座部分、これがですね、実は 10W の出力で給電できるようになってます。無接点充電ですね。例えばまあワイヤレスイヤホン、僕の持ってるこういったねワイヤレスイヤホンも充電しておけるし、あとは、スマホのね充電もできます。単純にヘッドホンスタンドっていうだけじゃなくて、デスクのこうスペースを有効活用できるんで、まあこういったねヘッドホンスタンドを選択するっていうのもありかもしれないですね。あと X レイアウトは他にもねサイバーチックなアイテムを販売してて、例えばモニタースタンドだったり、あとはタブレットアームだったり、ちょっとねデスク周りの雰囲気を変えたい人とか、まあ遊び心を持ったレイアウトにしたいって人にはちょっとね面白いアイテムだと思うので、これも気になったって人は概要欄の方に購入先のリンクを貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。で、このチャンネルではこういったガジェットのレビューとか、あとは映像機材の、紹介なんかもやってます。で、普段は映像制作やってるんで、その映像制作の舞台裏、BTS って呼ばれるものだったり、あとね、8月頃から、僕の、動画の力っていうコミュニティに入ってるんですけど、動画を学ぶね、コミュニティに入ってるんですけど、そこで短編映画っていうのを、作ってて、その撮影がこの前ようやく終わって、で、これから編集に入るっていうとこなんですよ。で、このチャンネルでも完成したね、映画は、12月上旬ぐらいには公開できると思うので、気になる人はね、ちょっと待っててください。
結構ね編集にもこだわっていきたいんで、まあ、そういった編集の BTM なん BTM じゃない BTS なんかも今後作っていこうかなと考えています。まだチャンネル登録してなかったって人はぜひねチャンネル登録とベルボタングッドボタンをお願いします。そして次回紹介するアイテムは5段階のレベルゲージ D タップで接続、やっぱりクライアントワークにはこれが便利です。それじゃあまた次の動画で。